はい、皆さんこんにちは、グッキンです。今回はですね、このサイトタイトルと、あとはこちらの説明文ですね、サイトの説明文の、変え方について、説明していきたいと思います。まずですね、ダッシュボードの方に入っていきます。はい、それで設定の中の一般ですね、こちらをクリックしてください。はい、すると、こちらにですね、サイトのタイトル、と、あとはキャッチフレーズっていう項目がありますので、上がサイトタイトルで、下がですね、キャッチフレーズということになっています。はい、で、文字数なんですけれども、タイトルの方はですね、大体32文字ぐらいにするようにしてください。まあ、それより、文字数が多くなってしまうと、まあ、検索エンジンで検索かかったときに、全部表示されなくて尻切れになってしまうんですね。まあ、例えば、僕のメインサイトとか、ちょっと文字数多くて、こんな感じでですね、この最後、尻切れになっちゃって、点々点になっちゃってですね。なんで、まあ、そうならないために、まあ、大体32文字ぐらいに、収めるようにするといいかなと思います。はい。で、まあ、説明文なんですけれども、まあ、説明文っていうのは、まあ、サイトの、まあ、簡単な、概要とか趣旨とかっていうのを書いていくんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、大体80文字から100文字ぐらいが、まあ、いいとされてはいますけれども、まあ、それより少なくても全然大丈夫ですね。で、まあ、一応ですね、まあ、他の動画でも説明してるんですけれども、まあ、サイトタイトルとかキャッチフレーズにもしキーワード、狙ったキーワードを入れていきたいっていう場合はですね、必ず一番左に入れるようにしてください。まあ、そのキーワードから始まるっていうことですね。まあ、僕の場合だったらネットビジネスっていう言葉を、キーワード、メインキーワードにしてますので、まあ、それが一番左に来ているということですね。なので、狙ったキーワードがあるときはそういうふうに、やってください。まあ、説明文も同じですね。で、まあ、その他に、狙いたいキーワードがあれば、まあ、タイトルや、キャッチフレーズの中に散りばめていくということですね。でですね、まあ、一応AdSenseアフィリエイト用のサイトで、まあ、トレンドアフィリエイトみたいに、ごちゃ混ぜのジャンルでやっていく場合はですね、特にキーワード意識しないで、普通に好きな、まあなんかキャッチーなタイトルをつけてもらえればいいかなと思います。はい、でですね、まあ、タイトルと、キャッチフレーズ入力が終わりましたら、この一番下まで行って、変更を保存というのを押すのを忘れないでください。で、変更を保存して完了になります。はい、まあ、そんな感じでタイトルと説明文を変更してみてください。はい、じゃあ今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございます。YouTube チャンネルや、ブログの方では、最新の情報を、どんどん更新していますので、もしよければ登録してください。はい、というわけで次回の動画でまたお会いしましょう。